皆さんこんばんは、マーティン。ではのミラクルボーイ、キングタカです。ぜひ読んでみたい文学、どんどん言います。夏目漱石さんの三四郎。これはね、熊本から上京し、大学入学者主人公である、この本です。あとは、イブーセイ、マスジさんで黒い雨もいいですね。あとは、まあ、西遊記も読んでほしいです。あとは漫画でもある、まあ、井上武子さんの天才爆問じゃなくて、バカボンドです。バカボンド、はいはいはい。これね、宮本武蔵さんが原作で、 これの成長姿生涯を描く本ですね。はい。クレシゲカズでシゲイチでギリ,ギリシャ神話です。はい、ギリシャだい、ギリシャです。中、ね、関月さんで銀のサジ、これ気になりますね。手塚治虫さんの火の鳥、これ読んでみたいですね。ぜひ、もう一度。はい。他にも浅津ジオさんの鉄道員、星の王子様、サンテグジュベリーですね。はい。というわけで、 えー、日本文学、ステイホーム期間中にぜひ読みたい日本文学でした。バイバイ。